はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、リトマスです。今日も対マンやっていくんですけども、今回のゲストさんはですね、いつきさんですね。いやー、この名前いいよね。俺イニシャル D をたまに見るんですよ。あ、にわかなんだけどね。イニシャル D にいつきっていうキャラクターがいてね、俺めちゃめちゃ好きなんだわ、そのキャラクター。いいなぁ、俺もそういう名前にしときゃよかった。リトマスってちょっと。そういえばアップデートが来ましてね、まあちょっとキャラクターとかがちょっと購入しまして、アバランチエクシアとフルアーマーユニコーンを買いましたが、プラン立ててたんだけど、ちょっと相手がね、いつきさんということでね、もうなんか名前見た瞬間になんか吹っ切れました。ちょっとこちらにプラン用意してるんですけど、もうこのプランはいらねえなと。うれし、こんなプランを使うようじゃ、俺の峠戦争見せますよ、フルクロ。いきまーす。おお、来たな。いやー、いつきさんね、いや、かっこいい。いつきっていうキャラクターすんげーいいんだよね。面白いんだよね。毎回主人公確か匠っていうんだけどね、なんかその匠の親友でね、面白いんだよ、絡みが面白いんだよね。うわあ。おい、たくみ。ほら、あー、たくみ。いやー、お前はいつきだ。俺がいつき役してる。ほいほい。え、何をしてるんだ。オッケー。落ち着いて。ちょっとテレビの音量低くて何も聞こえないな。いつもイヤホンしてるんだけどね。ちょっと名前、あ、いたい、ちょっと待ってくれ。話し合おうぜ。一緒に峠行かねえか。一緒に峠行こうぜ。あ、危ない。両解放して。両解放すれば何の問題もねえ。嘘だろ、強くねえ。本当に、昨日出たばっかなんでね、このアバランチエクシアは。俺も持ってんだけどね、武装がようわからんのよ。特格がね、強判定らしくて。ほい。おら、死ぬか。あ、死なねえの。やばい。あ、ちょっと、マジで死んじゃうよ。死んじゃう。せめて一気は落としたいな。なんかすげえ使い慣れてる気がするんだけど。オッケー。了解保するぞ。フルクロね、エクバの時強かったんだけどね、フルムになってなんかちょっと使いづらくなったな。オッケー。あ、これはやばいでしょ、これはやばい。ちょっと、俺の峠センス見せられなかったわ。ごめんね。次行こう。切り替えていこう。いやー、匠いたわ。匠いたよ。いやー。匠いたな、これはちょっとイニシャル D プランになっちゃうな。これ匠だよね。これ匠だよね。面白。よし、OK。 痛い。それは痛いよ。オッケー。
オッケーオッケー、落ち着いて落ち着いて落ち着いてこ、落ち着いてこ落ち着いてこ、始めちまった始めちまった、痛い、止められない、メイン当たったか、よかったよかった、痛い、オッケー、やばいやばい、痛え、なんじゃいおい、いつきおい、いつき、いつき俺ら親友だろ、いつき俺ら親友でしょうが、オッケー。いやー、やっぱこのアキナの峠じゃ俺に勝てるやつはいねえよ。面白いや。オッケー。いつき。オッケー。痛い。ちょ、いつき。いつき、ちょっと、ちょこれやばい、これやばい、やばいやばい、オッケーオッケーオッケー、生き残った、生き残った、ちょっとオッケー、ちょっとガードしよう。痛い痛い痛い、やばい、やばくない、やばくない、大丈夫、相手はねコストオーバーしてやる。もうめっちゃ噛みまくってんじゃん、動揺してんのバレバレやねんこれ。オッケー、これ迎撃に使えんな、特殊、オッケー、完璧だぜ。やべ、超楽しい、今回俺個人的に超楽しいかもしんない。意外とイニシャル D の声優さん出てるからね。じゃあイニシャル D プラン始まりますよ。さてさてさて、これはね、確か池谷先輩だった気がすんだよな。ごめんね、にわかだから、ちょっと間違ってたらコメント欄で訂正してくれ。池谷先輩。あ、よく飲んでみるか。やべ、今回個人的に多分ね、多分この動画見てね喜んでんの俺だけだわ。この動画で喜んでんの俺だけ、絶対に俺だけ、これ超楽しい。今回は超楽しい。うわ、何こいつ、サブにもスーパーアーマー作ってやばくないか、やば、痛い痛い、あー痛い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 な、すごい、オッケーオッケーオッケー、あぶねえ、うわ、ガードしたよ、見た、ガードしたよ、ちょ、言えないよ、しか言えないよ、痛いな、嘘だろ、格闘 CS でね殺せるかと思ったんだけどね、なかなかうまくいかない、あー、ステップじゃ避けらんねえか、オッケー、完璧完璧、よーしよーし、ほら、ちょっとこのメインでプレッシャーかけて、おお、どんな裏技使った、これ行くしかね、よしよし、痛い痛い、なんかすごいもったいないことしてんな俺。ちょっと池谷先輩頑張って、俺が頑張るんじゃない、池谷先輩が頑張らなきゃいけないんだよ、ちょっと俺のエース13が。
俺のエース一さんがくっそくっそー、ああ俺のエース一さんが、え、池谷先輩が事故ったやーべえ面白いちょいけるか、オッケーオッケーオッケー、オッケー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 、さすがだ、さすがね、アキナスピードスターズの頭張ってるだけあればいやー面白いな今回。いやーあのね、高橋圭介がこんな声だった気がすんだよな、イザークっぽかった気がすんだよな、もうなんかね、ちょっとまた見直すかイニシャル D いやーこんな声だった気がすんだよね、声って結構忘れんだよな、着地取りはさせねえぜ、嘘でしょうわあ逃げ切られたうわあさてねなんかね、中里っていうキャラクターがね、なんかほんとこんな可愛いなんだよねうわ俺使ったことねえキャラじゃん使ったことねえんだ俺このキャラこんな声してんだよ、本当にこんな声してんの。ただね、今んとこ俺がちょっと嘘何あっかわかんねえんだけど、あーすごい、オッケー、おいおい、オッケーオッケー、いい勝負、痛い中里の声思い出せないんだよな。いやーちょっと待ってね。ちょっと。ほら、よしよし。いい子だ。よし、完璧。ちょっとリロードして。オッケー。リロード早いね。いって、いや、これ死ぬ。うわ悟ったわ今悟った、運命を悟ったね、死ぬって分かったね、 HP 的にだけどオッケー、こっちだって覚醒あんのぜ、オッケー、こいつの覚醒技使ってみたい、なになに、ガード間に合う覚醒技ってなんだよ、何、あーそっか感想があんのか、オッケー、倍返しだ、痛い、あこれ死ぬ、はいもうそうあれだよね、後半ちょっと熱だれ起こしそうタイヤが熱だれ起こしそうオッケーやばい、うわ、でもね、覚醒ゲージが徐々に溜まってきてるから、一発とりあえず食らわせようか、多分無理して近づいてくると思うんだよね、あんまり無理しないな、
そこ着地。オッケーオッケーオッケー、いいね。やっぱ俺の R についてこれねえか。泣かずとこんな声だっけ。ちょっと思い出せないな。とりあえず俺の勝ちですね。はい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 、ねこいつなんだっけな、藤原刑事さんも出てんだよね。なんだっけ、あのシビック乗ってるやつ、妙義ナイトキッズの2番手のやつ。名前とうとう名前も出てこなくなって。なんだっけな、もう思い出せねえや。これ見直さないとな。あー、いたいた、ちょっとなんて名前だったっけ、中里の座を狙ってるやつでしょ。ちょっとフルアーマーユニコーン強くね、おら。あ、なんかこの間アルケのコンボ書いてもらったんだけどな、横得からの、よいしょ。まあ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 、今のはしょうがない、今のはしょうがないとして、いって、うまっ、うい、痛い痛い痛い、やばい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 、あんな恐ろしいキャラだっけ。ちょっと危ねえ。危ない、あ、CS 使わないとね。いや CS とかそういう余計なこといいや。余計なこといいや。いって、どんだけだよ。オッケー、ほいほい、完璧。完璧、これ勝てるな。ちょっと俺とガムテープデスマッチしねえか。ちょっと俺とガムテープデスマッチしねえか。ダメだ、超面白い。今日のは俺個人的に本当に面白いわこれ。本当笑ってんの俺だけだろうな。で、これ食らっちゃったよ。痛い。ちょ、それ動かせんだ。気づかなかった。あと1回落としゃいいんだけどね、相手体力満タンだな。こっちコストオーバーしちゃってる。ういよ、ふい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 、覚醒しても無駄だ。待って、危ない。オッケー、やば、嘘だろ。うわー、今のはもう完璧にあれだわ、もう。今のはちょっと自分からなんか突っ込みに行ってね、事故った感じだね。あ、はい。例によってエピオン戦ですね。で、まあ偶然なことに高橋涼介ですね。さっきのRKのやつね、確か庄司慎吾みたいな名前じゃないっけ。ごめん、間違ってたらごめん。お、いつきなのに高橋涼介の声優。面白いな、面白い組み合わせだ。この建物を破壊しようか。空気読んでくれたね今。その建物も破壊しようか。面白い。痛い。ちょっとやめて。お、このでっかい建物いらないんじゃないか。このでっかい建物いらないんじゃないか。わあ、やめて。面白いわこれは。ほんとやめて、ほんとに面白いから。ちょっと痛いな。オッケー、
はいはい、よし、オッケーオッケーオッケー、落ち着いて落ち着いて落ち着いてね、冷静なのが、冷静なのが高橋涼介だ。オッケーオッケー、自由を奪わせてもらう、オッケー、これ決まったな、オッケー。あの、ね、相手のこう後ろにつく感じでね、いってどんだけうめえんだ、どんだけうめえんだ、バタバタバタ。やばいやばい、いってぇ、うめぇ、うめぇぜ、え、ちょまあまあまあ、いいでしょういいでしょう、食らっちゃおう食らっちゃおう、オッケーオッケー、落ち着いて落ち着いて、怖え、オッケーオッケー、もう一回もう一回いっちゃうから俺は、よし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 、あとワンコンじゃない、オッケー。いや、さすが高橋涼介ですね、強い。いやー、もう俺が強いんじゃなくて高橋の FC が勝ったっていうことにしといてください。じゃあ、ありがとうございました。はいはい、おまけ枠やっていけますよ。でね、あ、ちょ開始、オッケー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 、ね、まあ、録画ソフトがね、本編を録画した後になんか熱でやられたみたいでね、パソコン一回再起動してきたわ。あぶね、あぶねあぶね。おい、しょ、ほら。オッケーオッケー。で、このダブル X なんだけど、これはね、イニシャル D よね。ケンジっていうキャラクターだったと思うんだ、確か。だからね、ちょっと、ケンジ、ちょっとケンジ。俺の代わりに。いった、ケンジ。ケンジ、頑張れよ。ケンジは確か180でしょ。ケンジ、ケンジの180だよね、確かね。俺の記憶が正しければ。ちょっと、180のシリアも似たようなもんだけどさ。いけない。散々だな。ちょ。オッケー。当たるか。当たらなーい。やばい。あ、ケンジだもん。ケンジだもん、これ。もう。ケンジ。かっこいいな。いやー、面白かった。